対戦よろしくお願いします。今回のパーティーはザ・カラテオパーティーでございます。はい、あいつらですよ。ラーがつく太陽の化身たちですね。そのラーじゃねえんだけど、よろしくお願いします。ところでドヒドイデがどうしようもない。対戦よろしくお願いします。こういうパーティーでいいんだよ。よし、こういうパーティーでいいんだよ。ということでサムラの技構成を改めて確認しておく。鋼テラバーストが照らしたら地面もありかもしれんな。でもドヒドイデ見ないじゃん。ほら、お相手のパーティーの一番下、あいつが絶滅に追い込んでるはずなので大丈夫なはずなんよ。まあ極端に無理すぎる相手とマッチングしたのは置いといて、でもあれだな、さっきヤミラミとも遭遇したんですよ無理じゃん。うん、炎テラスか、マジか。そういうピンポ、格闘の炎テラスって正直微妙よね。鋼に対しての有効打はあんま変わらんしな、何一つとして体制的にはカバーしてくれないし。で、一つ気になるのが、お相手このパーティーに対してガチグマ出してくるのかなってところ。さすがに出てこないっすかね。一応全力火力入れてんだけど、こんな時に限ってなんか見かけないゴーストとか多いのがしんどいよな。というか、このパーティーサーフ号どうするんだろう。今気づいたのか、やっぱいるな、エビちゃん炎のパンチいるな。はたき落とすだけでは限界があるよな、やっぱ。でもはたきで頑張った時代もあったわけで、まあノリで頑張ろう。よろしくお願いします。一応特防は高いので、初撃のはたき落とすで大ダメージ与えれば。キュウカン、お前が来ると思ってたんだよ。チェス。ではレッツバトル。通信中が長いですわね。おそらくあれ持ってるからな。とりあえずテクニシャン猫魂から入るぜ。さあ、この魅惑のステップに翻弄されるがいいぜ。お相手はどう来るか。そーれ、よっと、いいダメージ入るじゃん。今の4倍のダメージがお相手を襲うわけですが、テラスタル切ったら落とせそうなんだよな。正直ベールやられるぐらいだったら切っていいのでは。行こう、見どころさんだぜ。行きます。やっぱりテクニシャンの火力は天下一品さ。ドリエキャプター、行くぜ。タイプ1、テクニシャン威力4倍、バレットパン、ドリエ。オッケー、いいところ見せたぜ。お相手はよくわからない雪が降っている状態になった。問題はサーフ号だぞ。どうする、アクセル抜こっかな。テクニ補正でまあまあいけると思ったんだけど、炎のパンチの方が絶対ありがてえなと思ったらいないんだがバカ力か、これバカ力の方で来るぞ。だったらアクセルだ、必要じゃねえか。うれ、アクセルいらないって言った途端にアクセルがいる敵出てきたんだが、足りねえ。だけど十分削った、バカ力。うえ、ラランテスの衝撃ならなんとかなるぜ。で、お前先制技ねえだろ、捨てだな。そしてお相手もこのカポエラーに絶望して帰るべ。しっかり猫玉。さあ、問題はサーフ号だよな。お相手が勝手にテラスタルしてゴーストを捨ててくれる、ないよなサーフ号だったらねえだろうな。いや、まさかの勝ち試合、やっぱあると思ったから俺この3体持ってきたんだよ。今しかねえでしょ。パラドックスがいたらもう神で終わるからいや、でも神だったらむしろバレパンが、バレパンとインファの読み合いで意外とむしろあるのか。でも禁止伝説はちょっと行き過ぎなんで出せなかったんですけど、ドゥラパルト、不意打ちがなければ痛い思いしてもらうぞ。バレットパンチ。だけどドラパルトはアローの連打でまずいかもしれませんね。
威嚇だったらなと思ったけど、こいつはクリアボディの可能性もあるからね。そうだ、全力ドリル。いい火力アロンか。威力はそんなになさそうに見えるが、これアロー打たれたらカウンターができないね。というかもともと入らんのだが、どうしましょうか。冷凍パンチに全てかけるしかねえのか。テラス、切ってこられるとまずいな。怖えなでも鋼じゃねえ、鋼じゃねえ。だったらできねえだろ。いくぜビーフィーステッピーステッピー、いくぜ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 。アロー威力やべえいやー、いやーダメっす。チーンこれ体力極振りでもダメなやつじゃないです。ダメージ的にかなりやべえ。マジかよ、タスキで止められない。ダイブしてくれよ、シャドウダイブとか。これ和村さんはもっと無理じゃない。さあ和村さん物理耐久もっと低いんすよ。なんかお相手が勝手になんか変なことしてくれることを祈るしか無理でーす単発で死にかけてんだけど、この流れから負けるんですか。くそ、ちょっとあれだな。どうしよう、カポエラーのトリプルキックを変えましょうか。キックを別の技に変えて、でどうする、これゴーストがきつすぎるっぺ。対戦よろしくお願いします。さてカポエラーの技構成を少し変えてきましたが、今回一番警戒すべきは、ラグ、どうしようもねえだろあいつあいつ無理じゃん。草だぞ。必ず毎回しんどいやついるの面白いな。だけどそうだな、くっそ一技必要だったか。沢村から行きましょうか今回は。そう、今回は一生できるのか問題というところはある。昔ね、そう昔のポケモンバトルはの10試合はやれば勝ち試合あっただろうな、間違いなく。だけど今はどうかな。各分野でやっぱやべえやつがいるから、パーティー間で補わなきゃいけない。一応こいつら3体がかりなんだけど、ドイツにも対応できるとはならないのがすげえな。例えばこれが古代パラドックスだったらどうです、なんかぶち抜けそうじゃん。だから最近のポケモンバトルはやべえなーってなるわけだね。チェイス。さーて、猫魂は残念ながら通らない。だったら叩き落とすでいくぜ。お前が先発から出てくる可能性も当然警戒して。耐えたぜ、いくぜ。スイヤテテテテテ、スカーフを落とした。お前の速度はようやく波になったらわけだな。これ噛むな。ここはカポです。撤収します。沢村は猫魂からまだ仕事がある、可能性がある。やけになっちゃダメだよ。おい、復活しやがった、嫌になっちゃうわね。さーてここ何来るんだ。これドラパもんねんな結局。地震、逃げるな。逃げやがった。何が怖いんだよ、また畑落とされるのが怖かったのか。海流無理っす、読まなきゃいけない対象が多すぎる。これはきつい。居座った時がラッキーぐらいの感覚で行くべきだとは。もうやだこのゲーム逃げ上がる、どんどん逃げ上がる、マジふざけんだよ。でも嬉しいことなのかもしれない。お相手の海流は我がカポエラを警戒してテラスタルを切ったわけだ。クソみたいな技使ってんなお前お相手のポケモンの悪口は NG ですよ。やっぱクソだわクソマジでクソなんだが、どうすればいいこの状況。アクセルだ。いやそれはだがも真昼味方もう無理だよ、もう無理だよ、いじめないでくれ。いや これで潜ってる俺が一番カプたちにひどいことをしていると、そう捉えることもできなくはないが
ひどすぎるマジで、何なんだよこれ。やべえじゃんもう。どうすれば勝てるんですかこれ。やばいってマジ、これやばいって。どうする、また電磁波されるんでしょこれ。一発目のバレパンで超火力を叩き出し、二回目のバレパンでさらなる超火力を出すしかない。一矢報いてみせる。こんな回路いるんじゃ無理じゃん。逃げるのかよ。マジかよ。どんだけ丁寧にプレイしてんだよ。こっちにはねえよ、叩き落とすとかよ。くそー。えいっ。マジでこっち見えてんじゃねえかってぐらい。一応炎のパンチあるかもしんないの。これやじゃあ。まだ諦めねえぞ。あかんわこいつ。スカーフやけどちゃんと S にも振っとるでこれ。えいっ。これ、これ、これ。はい。シャドーボール安定技。特攻下げる必要はないってね。ですが沢村は果たしてどうかな。まだ終わっていない、まだ崩れ去ってない。砂とはなりそうですが戦う。やっぱキューポケに希望はないのか。なんかもうあらゆるタラレバぶっ潰されてる感じが否めないんだが。神速あるよなあいつ。あいつ絶対神速あるよな。いやないんじゃね。嫌がらせ海流だろ。ないんじゃね。そこにかけるしかねえよな。もう僕は海流一点読みの猫騙しですこれ。お相手はなんか無駄に丁寧に戦ってるところある。あそうだよ、ごつめでした。ごつめでした。はい、猫騙しで軽技なんですけど触っちゃいました。ひどい。こういうパーティーを待ってたんだよ。対戦相手を厳選してんじゃねえぞ。皆さん、あの生放送でねランクマとかした時にシングルの戦績見たら笑ってやってくれ。よろしくお願いします。でもこればっかりはねもうしゃあない。もう勝つしかないぞ。もう相手の先発が馬車だったら結局きつい気がするんだが、それ以外ならなんとかなるんじゃね。沢村からいきます。よろしくお願いします。もうこれ逃すなよマジで。こんなにひどい録画になるとは思わなかった。もうちょっとマシだと思ってた。でもこの木は逃さん。でもね、絶対にあるはずなんですよ。格闘タイプに対しての警戒が甘いパーティーは絶対にいると思ってた。だって現環境で格闘っつったらもういなくない？正直。ガチグマがしんどい割にはいなくない？そういうことよ。意外と予想外のやつが出てきて僕困惑よ、これ。耐久ですかね、こいつバトン覚えんのか？猫玉から入る。いくぜ。それまあまあ入った。さあふわふわもこもこの君に天中ブレイ。なんだクリアチャーム。キャプテンゲン、これ落とせますか。いや絶望感すげえんだけどこれ。 こいつ羽休めはあったよな。やべえな、すでにやべえな。どうしようか。さあ皆さん作戦会議。痛いっす。少しでも削るぞ。お相手は完全に油断している猫騙しだ。正直最初からやっとけばよかったか。いやわからん。開幕からカポだったら逃げられてる。でもこんだけ減ってた状態でのアクセルならギリ落ちるだろ。ここしかないぞ。お相手の方が早い。やばい。タイプ変えられたら終わる。オッケー、えらい4倍っすわ。でしかもテクニシャン補正ナウスは危なかった。本当に4倍って偉大だわ。すげえわ。まあ畑落とすであんだけ通ってたとも言えるよね。多分コットン前提にしてるから特防に振ってたんじゃないか。またしんどいやつが。ジェジェン、バトンだ。誰につなぐ気だこれ。怖いよ。硬い。逃げられる。誰だこのバトンをつなぐ相手。誰だ、ワルビアルか。花。花。ちょっと待ってくれ。正直いや、うんうん、わかんないよ。わかんないようだよな、ほんま。どうするこれ。
お相手が居座ってくる可能性はどうする？地震で無効にされるのが一番やべえよな。でもこのまま馬車が暴れる可能性だってあんのよ。つばめ！おお、あ、え、え、お、お、ちょっと待ってくれ。俺、お、え、嘘だ、落ちねえのかよ。待ってくれ。俺、大喜びだけ、これ、ただの旅パー疑惑出てくるんだけど。でも、え、待ってくれ。でも、旅パーにしてはレートというか、ランクが高い気がする。でも、勝ちは勝ちだぜ。ツバメ返しじゃなかったら、落ちてたけどな。何故のツバメ？見たことないけど、めちゃくちゃびっくりしたわ。でも、ブレイズキックと同じぐらいの火力はあるんだよな。でも、お相手はしっかり厳選はして、通過はしんどいな。まあしんどい。ちょっと待ってくれ。でもヨノワール君は意外と回復できないってゴーストトイツで、あー外しやがったこいつだ。吸血吸われた。でも虫技は残念ながら今回僕のパーティーには刺さらんて。これ今回は勝てそうだからしっかり勝とうぜ。ここで勝たなきゃもうダメでしょ。叩き落としてからのカウンターでいいでしょ。まず攻めよう。殴った方がいいのなら殴った方がいいしな。よし、叩き。まあお相手はもしかしたら小さくなるパーティーに家族を奪われた可能性はございます。イバンかよ、怖っ。つーか、やべえ技あるじゃん。待ってくれ。いや、ギリギリだったんじゃないのこれ結局。待て、勝手にうなすが。そうか、鬼火から例えば、痛み分けとかされたら、やばかったかもしれませんね。これ、エビワラーから出したら負けてたわ。そう、エビワラーで、はい、カウンターで OK ですとか言ってたら、え、ちょっと、え、まだあんの？まだ負けあんの？やめてくれよ、もう。まだあんの？負け筋。いや、よかった、なかった。え、陰落ちでは死なねえんだろう、さすがに。勘弁してくれよ。よかった。さすがにね。僕が勝手にテラスタル深読みとかしなくて、そっちの方が良かったわ。よっぽどな。はい。というわけで、なんか知らんけど、くっそ焦りましたわ。そう、エビワラ出して、ヨノワは物理だからカウンターしますとか、ノリで、勝ちを急いでいたら、ノーリスクで鬼火を受けて、好き放題されてた可能性はあります。なので、よかったよかった。よし。でも、ツバメ返し的に、僕的には今の方、旅場だったと思う。さすがに、厳選した格闘たちなら、旅場には勝てるという。そういう感じでいこう。次行くぞ、次。対戦よろしくお願いします。この世猿が出てきたら、もう全てが終わるね。シンプルすぎるぜ。よろしく。正直、初手外したらしんどいやつ多すぎるんだよな。今回は、ドータ君だと思って出したんですけど、どうでしたろう。なので、ドータ君以外が出てきたらタイヤリ案件です。早いよ。でも仕方ない、一点読みを通していくしかないんだ。キューコンでした。ベール貼られます。勘弁してくれ。だけどまだだ。まず猫玉から入る。テラスタル鋼っていう最終兵器も一応あるんだ。まだ試合は終わっていない。行くぜ。で、問題はその先、この世猿がいるかどうかの方がよっぽど大事だからね。いなかったらいけるっすよ。で、猫魂9章があの火力ですから、インファイトだったらどれだけ入るんだ。4倍ぐらい入る。ちょっと待って、これの 1.5倍、60の、つまり3倍か。あ、無理だね。じゃあ行くしかねえな。よし、テラバ鋼で。いたわ。でもさ、前提として鋼テラバーを入ってからなら、この世猿にも勝てる可能性はあるのではないだろうか。あるでねえの？可能性あるでねえのですよ、これは。ほら、行くぜ。でも耐久型だったら無理だね。吸われて終わりだと思う。さあ、どうだ。鋼鉄ちょっと、おら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 、いける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 よ、これ。
この世猿はテラスタル鋼を切らない限り、オッケー。いや絶対無理だろ、こいつ命がけ方じゃね。だからスカーフで何か持ってんだよ。だけど沢村さんの倍速軽技には及ばねえんだよ。皆さん、これが僕の望んだ世界、あるんじゃないかと願っていた世界ですよ。そしてこの後燃やされます。さーてどうしようか。キュウコンのことを考えると残す価値はあるとは思う。残す価値あるでねえのなんだけど、ガモスしんどいな。あいつ触ったら燃やしてくるじゃん。そう、触ったら炎上するんですよ。でもここでハタキ行くわ。それよっしゃ、おハーブですわ。待っている。でもね、沢村さんの圧倒的な特防だったらギリギリ耐えないんですよね。はい、耐えるわけないです。特攻上がっちまったか。さあガモス君には猶予はそんなにないはずだが、今のダメージはたき落とすであんだけ減るんだ。カポエラーの猫玉からのなんちゃらで落ちるんじゃないか。いきます。いや、ギリギリの戦い。しかもお相手のパーティーは間違いなくランクマ仕様。さっきの謎のツバメ返しみたいな技がない。つまりこの勝利はもぎ取れたらとっても美味しい。猫玉、こいつも猫玉だ。苦しみもがくがいいぜ。なんならちょっと焦って交代しろ。雪がそろそろ消えるタイミングだ。ほーらよ、いいダメージだ。素晴らしいよ。燃えるなよ。よし、猫玉でこれ。バレットパンチでは足りん。お相手は直球を知らない。お相手は直球を知らぬ。自信、飛行祝いなら勝てる。よし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 。どう見てもただの安定技。しかしながら我がカポは直球ゆえ、お相手運はいいな。だが行くぜ。噛み合っちまった。そう、本来この世猿がただぼったちで出てくるだけで無理だったのに、ベール展開からのこの世を予定して沢村の鋼テラスまで読んだんだよ。でも読んだがゆえに思ったより通って死んでしまった。悲しい事故だ。笑って消えな。こいつも持っている。フェアリー消したくねえよな、雪補正も。その気持ちはわかる。球根程度のステータスなら抜群でも余裕よ。じゃあな、対戦ありがとうございました。皆さん、結論を申しますと、格闘これ最強トリオはまあ勝てることもあるということで。よし。ちなみにね、合計の試合数としては思ったよりかかってない。雷光の時の半分ぐらいだからだいぶ楽でしたよ。ただね、初手降参がめちゃくちゃ多かった。死ぬほど鬼火されたのよ。無理だからマジ。だから雷光に比べて収録時間は半分以下なんだけど、試合数は下手したら倍ぐらいあんだよね。いや、笑ってる場合じゃねえや。まあ苦しい戦いでした。こんな時に限ってね、ゴーストタイプとか鬼火持ってるロトムとか、お前いつもスカーフ巻いてんだろうが。くそ。まあ環境ってそういうもんですからね。皆さんも、あれ最近あいつ見ねえな、じゃあこいつ頑張って育成してみっかという希望を抱いてポケモンを用意するのはやめましょう。そんなあなたにだけ刺さるポケモンが次の試合きっと出てくると思いますよ。ありがとうございました。